はい、残念ですがこれで無事終わりました。米沢泉のフィールファイン TV JR 東海株主優待最長営業記録大型切符、2割引きが手元にあります。さあ予定より、世話しない乗り継ぎになりますが、もう乗っちゃいましょうかね。ということで入場いたします。はい、丸試験なので入場そのままできます。はい、入境済みになりました。はい、まず第一経路の対多線に乗ってまいりましょう。が合いません。はい、というわけで JR 東海株主優待最長営業記録大型切符の旅1キロ目大田線、田島駅から始発岐阜行きです。まあ、今日これでこれがラストランなんですけどね。乗りましょう。天候でございます。素晴らしい。自由席って書いてある快速見えようのやつですね。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑にならないようにご用意いたします。はい、まもなく箕太田です。懐かしいですね。歩いて1キロ以上の漫画喫茶に、一昨年7月の JR 最強型切符の旅の時、行ってみたら、コロナで夜閉店してた。24時間以上でなくなってたということで、駅戻ってきて方法の手で日付越えてからこちらの、ルートインに泊まりましたね。はい、懐かしい思いです。そしてその箕太田到着して JR 東海株主優待最長営業記録大型切符の旅は1キロ目大田線が終了して、2キロ目高山本線に入ります。終点岐阜駅寄りました。最後まで空いてましたね。そしてここで途中下車をして JR 東海株主優待最長営業記録大型切符の旅は本日分は中断でございます。で、先ほどラストランと言いましたけど、この後名鉄乗る予定なんでラストランじゃないですね。大変失礼いたしました。すいません、途中下車用いただきたいんですが、はい、ここです。今ここです。はい、はい、ありがとうございます。追加整頓してください。はい、というわけで無事、田島駅から田島駅 JR 東海株主優待最長営業記録大型切符、岐阜駅で途中下車に終わりました。シャチアタの赤いインクでフォント独特、それからあと文字間隔が広いですね、妙にね。そう、ということです。さあ、この後名鉄岐阜駅に帰りましょうね。はい、久しぶりにペデストリアンデッキ出ますね、岐阜駅のね。ということで、まあ岐阜市内線があった時は名鉄のね、この駅前まで乗り入れてるんですけど、米沢が鉄道趣味に目覚めた、2002年ぐらいではもうすでに、
休止してそのまま配信になっちゃいますからね。ということです。明日の朝こっち移っちゃいますか。はい、ちんたら歩いてまいりましたが、名鉄由布駅です。さあ、ここでまず規則の約款の閲覧を求めたいと思います。大丈夫かな。ここですかね。行ってみましょう。まあ、今日この後乗るのでユーザーでございます。友人カウンターに行ったら駅長室で閲覧できます。特定客扱いですか、なんかよくわかりませんけど、ここですね、駅長室ね。はい、駅長室でバッチリ規則確認しましたが、いわゆる大回り迂回乗車に関する規則は、デスクトップ鉄さんがネットに上げている1999年版と条文は変わっていません。よって名鉄で大回りができるということが最終的に確認されました。本件については、後日動画を、旅動画ではない動画として配信したいと思います。そして早速スイカで乗ってまいりましょう。快速特急、特急中国際空港駅ですね。はい、はい、名鉄岐阜駅から始発特急中部国際空港行きです。もちろん一般車です。まあ西笠町でね、乗り換えなんで、かけられますよね。はい、笠松駅で特急を降りまして、階段経由で、まあ上りはエスカレーター使いましたけどね、こちら始発新羽島駅です。竹花線、羽島線ですかね。歴史的経緯で途中で分岐している方が廃止されたんで、実数1本の路線でございます。こっちだと。はい、というわけで西笠松駅で降りました。本日の乗り鉄はこれで終わることになるかもしれないし、終わらないかもしれないし、そこは神の味噌汁です。見送りますかね。はい、すっかり日も落ちてほぼ暗くなっている西笠松駅でした。明日は、今日この後どうなるかに関わらず、ここから乗ること、明日ここから乗ることはありません。はい、これから行くところと逆方向なんですけど、激辛、事前対策をするのを忘れておりまして、急遽大寄り道してローソン、三笠通り店ですかね、こちらで飲むヨーグルトを買いました。本当に合わねえな最近な。なんだろうね、よくわからないですけど、はい、こちらです。さあ、飲みながら向かいましょう。はい、ローソン三笠通り店から600m ですね。あ、これですね。はい、台湾ラーメン坊太郎さんということでね。さあ、これデスカラを行きたいと思います。大丈夫なのかな、一日中フラフラ睡眠不足、昼一応チーズそば食って、で今飲むヨーグルト食べました。大丈夫なのかどうか、入りましょう。はい、やってまいりました。坊太郎さんのデスカラ台湾ラーメン、ニンニクなし、ストレート麺1300円です。こちらに出てるハイカラの目のスペシャルメニューがこちらデスカラというのが、これ完食するとデス2に出るんですけど、多分私はそれは絶対無理なんで、なんとか今日これ頑張りたいと思います。はい、坊太郎さんのデスカラ台湾ラーメン1300円です。16分かかりましたが、この食感に持ち込みました。露骨にブラブ唐辛子を味がするという状況で、まず麺片付けて、で揚げ唐辛子がいっぱいあったんで、まあ、それをその次スナック感として片付けまして、で最後ミンチがあれ辛さしみてないので、ミンチを少しずつ食べ気を増やしていって、スープをそれと一緒に食べるという、まあ、時間はかかったんだけれども、まだ胃が重いでした。まだちょっと始まってないですけど、ちょっと胃が重いですね。あと喉の痛みはちょっとだけありますけど、蓄積はしませんでした。チンドッパンでちょっとお願いします。詳しく聞きたいと思います。ごちそうさまでした。坊太郎から600メートル歩いて結局
西笠松駅に戻ってきてしまいました。今日はこっから乗ること、今日こっから乗ることは絶対にないとさっき言い切ってたのに、まあ事情がございまして、もうそもそも全然動けなくなったらですね、さっきの坊太郎から900メートルの快活クラブで、泊まろうと思ってたんですけどね、シャワーがないことを今更気づいたんですね。料金安いと思ったよ。で、シャワーのある、快活クラブは、個室、完全鍵付き個室でめちゃめちゃ料金高いんで、しかもここから 4.6 キロ、ここからじゃない、坊太郎から 4.6 キロってことで、ちょっと歩いてる間に大変なことになるとやばいので無理ということになりまして、会員証作ってでも、その 4.6 キロの完全個室の快活クラブより安い岐阜駅前の、満喫に泊まることにしました。ということなんで、戻るということで、西笠松駅に戻ってきたわけです。岐阜に戻るんでね。はい。これトイレとかないんだよね。まだ入場しない方がいいんじゃないかな、これ。あ、新橋間方面駅舎の隣にございます。まだ入らないでおきましょう。はい、調子に乗って反対側のトイレ、公衆トイレで傘まで、歯まで磨いてたら、やってきてしまった。ギリギリでしたわ。やばかったわ。はい、というわけで西笠松駅から、笠松駅で折り返します。次は終点です。ちょっと腸が痛くなってきたな。はい、だいぶ傾いてますね。あ、そして一般車です。あー、パノラマ完璧なやつだね。一区間ですか、乗れます。というわけで特急岐阜満席。ちょっとカーテンがあって、はい、終点名鉄岐阜駅です。これで本当に今日の乗り鉄はおしまいです。で、駅前の漫画喫茶、空きがあればいいんですけど、もうね、この辺ホテルで、ね、今からだと5000円以上のしかないんですよ。まあ空いててほしいな。またフラットシートなくてもリクライニング席でもいいです。言わず好きですね。一掃した時に何とか食い止めるってやつね。一度も使われないことが一番幸せな機会です。はい、直接は来れなかったですけど、まあ、これが名鉄岐阜駅で、そのちょうど向かいですね、これね、レッドカフェループさん。もうこれなんで30店舗目か40店舗目ぐらいの会員証作る気がするんですけど、もちろんね、今も営業してないのも含めてですけど、ジャンガラはやってるんですかね。はい、新規入会の人が私の前に始めたばっかりでえらい時間かかりましたけど、なんとか入ることができました。ということでね、フラット席が無事取れましたよ。さあ、この後まだ、腸の痛みなくなった、さっきちょっと痛くなったのでなくなりましたんで、まあ、警戒しながらね、その激辛とかの編集でもやっていこうと思ってます。適当に飲もーす。おはようございます。名鉄岐阜駅向かいの漫画喫茶のシャワルームです。昨晩は22時半に出まして、それまでの間ずっとね、激辛の坊太郎ですからの、状況後遺症は全くなかったんですけども、0時過ぎにですね、かなりの痛みで起きました。1時間半ちょっとやってたんでね、くもちで、まあ、それはあの、飲み放題のホワイトソーダだったら収まって、また寝て、でまた1時半ぐらいに目が覚めて、それはすぐに収まったんでまた寝て、で 4時前にまた強い痛みが出て、また起きてホワイトソーダに収まって、1時間寝たらもう目が覚めてしまいました。でこれでもう痛みが出ないなと思ったので、4時のが最後の痛みかなということでね。というわけで、その痛みの状況を激辛動画の最後に入れ込んで、公開したということで、その後シャワーを浴びに行ったということで、状況で撮ります。
本日ですが、まあ、8時発のに乗りますかね。9時でも、まあ、余裕で回れるんですけど、なんならもっと遅くてもいいんですけどね。いろいろとその後の、ね、人でやりたいことも兼ねますので、今日も一日頑張っていきましょう。はい、漫画喫茶出まして、ペデストリアンデッキ残りましたね。JR の岐阜駅で、そして名鉄市内線の路面電車があそこに置いてありますね。立ち寄りませんが向かいましょう。はい、正面も撮っておきましょうね。名鉄美濃町線ですかね、まあ、岐阜線ですかね、まあ、とにかく岐阜の路面電車が市内線があったんで、まあ、それの電車ですね。で、なんか行列できてます。これ普通に単にバス待ってる行列ですね。これね、すごい話ですね。はい、昨日途中下車をした友人改札から入場いたしましょう。はい、昨日途中下車をしました。はい、そして金沢駅6番線ですね。はい、岐阜駅、昨日途中下車した改札口から再入場しまして、さっき映したんですけどね、JR 東海株主優待最長営業期の大型切符の旅、3経路目東海道本線に入ります。特急白鷺一号金沢行き、米原からの新幹線自由席特急券に合わせた乗り継ぎ割引の自由席特急券で乗っていきます。これ乗れてるんですね。乗り継ぎ割引適用なので、株用がこっちに適用されていないというね。この後の新幹線自由席特急券に株用が適用されていると思います。完全に外れでしたね。大丈夫でした。今南荒尾信号場通過です。南荒尾信号場通過して、あ、こちらの雰囲気もう全部外れてますけどね。こちらの雰囲気で、これね、美濃赤坂支線と垂井線と本線と新垂井線が分岐するというね、これになります。そして、こちらがね、今本線の上り本線がオーバーグッズしてきましたね。新垂井線入りました。こちら新垂井線は、今見たね、下り本線のあっちですね、あれに比べて実キロが 2.9 キロも長いということで、もともと戦争中に、勾配がきついので、貨物列車用に迂回して勾配を緩和したということで、ディスキルは長くなっています。ただし勾配が緩いこともありますし、あと最高時速が今こちら120キロで走れるんですが、垂井線、単線です。上り列車も走るようになってまして、かつて一度乗りましたね。動画にはなってないですけど、上り列車も走る点で最高時速は85キロ制限ということになってまして、まあ、各駅停車専用特急と貨物列車はこの新垂井線を経由するということになります。はい、明らかに河川中が広がっています。新垂井駅跡です。新垂井駅跡通過しました。もう残ってますからね。ここに行きましょう。もちろん新垂井駅はね、各駅停車しか止まらないということでね、新樽に向かう場合に、まあ、非常に特例が旅客営業規則にあったりしたいと思います。はい、やってまいりましたよ。垂井線です。こちら下り線ではなくて単線ですね。上りに逆走じゃないですけどできます。はい、というわけで、関原駅通過です。これで実キロ、2.9 キロ余計に乗って最長営業期大型切符の旅の実情キロを伸ばすことができました。はい、米原駅になぜか2分遅延、まあ、どうせ駅構内が信号詰まってたんでしょうね。
ということで、ただでさえ8分後3乗り換えが6分差になってしまいました。これは JR 側の問題なので申し訳ありませんが歩かせていただきます。まあ、別に急ぐこともないんですけどね、サクサク行きたいということで。はい、警察来ましたけどスタンプは押されませんでしたね、ということで。はい、まあ間に合いますよ、ね、さあ昨日もらった岐阜の途中下車員は押せるんでしょうか。投入しましょう。一周しないだけでびっくりしました。擦れましたね、やっぱりね。そして米原駅入場が印字されました。はい、こちらね、乗り継ぎという印字ありませんが、これは株有適用と乗り継ぎ割引を、合わせて発行することができなかったからということでね、2割引きになっております。はい、向かいましょう。光640東京行き、もう来てるのかな。はい、というわけで前原駅から JR 東海株主優待最長営業キロ大型切符の旅、4経路目はこの前原乗り換えという特殊経由線で、5経路目東海道新幹線光642号東京行きの自由席に乗ります。岐阜足場でも通過も違いますね。入ってる意味ないと。はい、岐阜足場でのぞみ通過待ち6分間停車につきホームに降りてみました。1番線がなぜ右側なのかというと、なんと左側0番線だからですね。これ新幹線で0番線ここしかないと思いますが、なんで0番線があるのかよくわからないですね、これね。もう一応サビ取りはできてるんで、こう発着する列車あるんですかね。ちょっとそれによくわかんないんですけど、そして右側に、あ、左側にこれですね。はい、これ名鉄の新橋前駅ですね。名鉄橋場線の終点。昨日乗った竹浜線と、途中分岐してたんですけど、分岐した先が全部で廃止されてしまったために、今 は竹浜線と、橋場線が一本道になっているというねやつでした。はい、そんな謎の電話線。そして追加して言うと、この岐阜橋前駅が新幹線の独立駅であるために、この岐阜から入った時にこの米原名古屋間が東海道本線とは別線として見なすというね例外規定により、今回この大幅な迂回で大型ルートを長くできているというのもあります。さあ戻りましょう。名古屋駅で無事降りました。さあ乗り換えましょう。まあ、この後当然ね中央西線でゴールの多治見まで1本なんですが、まあ、せっかくなんでちゃんと東海道本線に乗りましょうねってことで、乗ってまいりましょう。あ、すいません、これを記念にいただきたいんですが、はい、予定差を確認しました。はい、というわけで無事に向こうにいただいて特急券、新幹線抽選特急券持ち帰りですね。人参ちょっと上がってきたかしたいと思います。はい、わざわざ中央線のホームを越えて東海道線のホームにやってまいりました。 JR 株主優待、違う、 JR 東海株主優待最長営業キロ大型切符の旅、6系路目が、特殊経由線名古屋乗り換えで在来線への乗り換え、そして7系路目東海道本線ということになります。ガラガラです。はい、音が響きです。中央に線には駅が巨大の線名鉄線ですね。ということでこれは大和家で名古屋ドームへの直接請求に行ったので、ね、東海道線だけあるというのが
山駅でここに乗せた。金山駅を行かして、JR 東海株主体最長有機大型機の旅7キロ目あって、残る中央本線8キロ目だけになりますね。まあ、こんなの半日もかからず回れるんだけどね、回ればね、はい、すいません。はい、金山駅から JR 東海株主体最長有機大型機の旅ラスト8キロ目、快速中津川駅です。まあ、昨日も快速中津川駅に乗りましたね。国鉄型車両の54、まあこれでもこれ全部 JR かボンの製造ではある。はい、ついてます。はい、多治見駅で降りました。 JR 東海株式会社最長営業記録大型航空の旅おしまいます。まあ、昨日の夕方に出て超余裕ぶっこいてもうゴールなんで半日もかからないやつですね。はい、すいません、記念にいただきたいんですが。はい、ありがとうございます。なぜ途中下車にかぶして押されるんだろうな。はい、残念ですがこれで無事終わりました。というわけでご視聴ありがとうございました。これで JR 東海株主優待最長有料大型切符の旅ゴールでございます。この後の動画は、引き返しながら遠投分水と激辛回ってまいりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。